今日はオンビートさんが主催する展示会に来てもらいました。はい、じゃあ早速行きましょう。お、もうどうもお越しいただきましてありがとうございます。とんでもないです。すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。藤原さん、まずはおめでとうございます。どうもありがとうございます。素敵な展示会じゃないですか、はい、もう入った瞬間がもうあーっとしか言葉出ないですよ。いやもう素敵な空間だなと思いました。ありがとうございます。まさにオンビートさんの世界観がここに出てらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、そもそももう一回藤田さんの口から聞きたいんですけど、はいはいはい、オンビートって何？はい、はい、あのこういったですね、完全な和英兵器、英語と日本語で、全ページが紹介されているバイリンガルのですね、日本のアート、はい、カルチャーを、はい、あのジャンルを横断してですね紹介している、本を年に2回発行しております。こういった紙媒体とあの電子版と両方発行しているんですけれども、今から9年前にこの会社を立ち上げまして、はい、でまあ、年2回のペースであの本を発刊しております。はい、うちのオンビートという本は国内外問わずあの、活躍しているあのもう本当に重鎮のトップランナーから、また若手のもう今国内でまた海外ですごく活躍してすごいもう輝かしい若い作家さんを含めて、非常に世代からそしてジャンルも横断して幅広くご紹介していきたいっていうふうな思いで今あの紙面の方をあの構成しております、うん。はい、まあ、今回のこの企画はですね、こちらの中に連載で紹介しているんですけれども、オンビートがまあ注目した、今あの注目すべき作家さんをですね、紙面で作家さんと作品を紹介しつつ作品もあの販売するというこういう連載の企画をやっておりまして、でこれがまあ紙媒体だけではなく実際にリアルな展示を見て作品の魅力をしっかり伝えたいなと思いまして、この度こういう場であの発表することができまして、あの大変嬉しく思っております。はい、なるほど、本当におめでとうございます。ありがとうございます。実はですね、私はさっきあの最初にオンビートっていう雑誌を知ったのは、はい、京セラ美術館だったんですよ、はい、そのミュージアムショップで、はいはい、この雑誌を見た瞬間、何これ、こんなに本物だらけ扱ってる雑誌と思って、もうその場で購入して、家に帰ってもずっと読んでるんですけど、まさにねその後ご縁があって、はい、藤田さんと会えてきて、はいはい、あ、オンビートだって、はい、本当もうそんな感じでした。ありがとうございます。本日これだけのこう輝かしいものが目の前にあると、うん、いやもう本当に感無量です、はいはい、まあ、ぜひそれぞれの作家さんを、はい、ご紹介いただいて、はいはい、全くの素人なんですけど、はいはい、このなんとなく私が思っているいいなというのは、うん、一体何なんだろうと、うん、なぜ私がこういうふうにいいなと思ってしまう、うん、持ってるのか、うん、とかそういうところをぜひこう、うん、セレクトしたご本人から教えていただきたいんです。はい、わかりました。大変ですよ、はい、